単語ちりめんで、一般的な後染め織物の布地。キートで単物を織り上げてから、精錬、染色する。単語ちりめん、モンリンズちりめんの生地。単語地方で生殖された染色していない西陣織の帯生地。帯の裏地に使用されていた。西陣織の帯などに使用される先染め織物の布地。キートを精錬、染色してから織り上げる。 丹後地理面は、京都府北部の丹後地方特有の年始技術を用いた、後染絹織物であり、講義では丹後地方の絹織物全般の代名詞である。主な産地は、京丹後市、与さ郡与よさの町。丹後地方は、日本国内の約1、3の絹糸を消費して、和装を、洋装生地に使用し、和装地では、 国内に流通する6から7割を生産する日本最大の木の織物産地である。2017年4月、文化庁により地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化、伝統を語るストーリー、日本遺産の単語チ理リ回廊を構成する文化財の一つに認定された。2021年1月に実施された。 大学入学共通テストの地理の試験問題として、単語地理面に関する問題が出題された。単語地理面は、京都府北部、単語地方の峰山、及び、茅谷地域において、1720年から1722年に、かけて、初め織りされた、絹織物を発祥とし、21世紀初頭において、日本国内最大のシェアを持つ絹織物である。 K の西人のお飯ちりめんを原型とするも、独自の発展を遂げ、明治期に導入したジャカード食器による、ンちりめんが主流となった。単語ちり麺に代表される企業は、農家の副業として、あるいは専業で、最盛期には4割以上の世帯が従事した、地場産業に成長した。その過程では、ちり麺の原材料となる、 キートの生産のための養にや、それに伴う、様々な振興、チリメンの生産工場である旗屋の誕生、チリメンを迅速に輸送するための鉄道の敷設など、様々な風俗習慣や文化が生まれ、町の近代化が促進された。その一部は、祭りや民謡などの形で、21世紀初頭においても、引き継がれている。単語チリメンは、 昭和40年代のガチャマンゲーキで前世紀を迎えたが、キートの一元輸入措置や洋装化に伴って衰退し、21世紀初頭には前世紀の4分の1程度にまで規模を縮小した。設備の老朽化と技術者の高齢化及び後継者不足という課題を抱える一方で、新たな素材の使用や洋装や小物などへの用途の拡大を図り、 日本の和装業界以外や、海外市場への販路拡大も目指している。単語チリ面は、1メートルあたり3000回程度の、強い、よりをかけた横糸を使っておる。生殖後、キー糸の表面を覆うセリシンを精錬で取り除くことで、年始が収縮し、よりが戻ろうとする力で、生地の表面にシボと呼ばれる凹凸が生まれる。 シボはシワを防ぎ、絹の持つ光沢を際立たせ、一般の絹織物には出せない、しなやかな肌触りや、染め付けの良さ、光を乱反射することにより、豊かな深い色合いを作り出す。その性質から縮むという欠点があったが、昭和30年代以後には縮みにくいチリ面の、研究が進んだ。従来は、白生地のまま、京都市、室町の豚屋に出荷され、 丹後地方以外で染色や縫製がなされて製品とされることが多かったが近年は染色加工や地元丹後の染色化による友禅染めなども行われ最高級の織と染めの総合産地を目指す改革が行われている丹後ちりめんの技法は木の織物だけでなくレーヨンやポリエステルなどの化繊素材にも応用されている日本のちりめん産地は他に 1752年に単語チリ麺から技法が伝わった滋賀県長浜市の浜チリ麺がある。発祥は単語チリ麺だが、今日の単語地方では、明治期から導入されたジャカードを使用したモンチリ麺が主流となり、昔ながらの無地チリ麺を主流とする浜チリ麺と比して、モンチリ麺が単語チリ麺の特徴とみなされている。モンチリ麺には、 定番の柄だけで、現在1000以上の種類がある。単語の織物は、家内工業が中心で、1個あたりの従業員数は、戦前で3から10人、戦後は2から2.5人程度と小規模であり、1件の、旗屋が大量に生殖することも多品種を生殖することも困難であった。最盛期には1万個を超えた旗屋の創意工夫によって、生まれた種類の多さも、 単語チリメンの特徴の一つに数えられる。単語チリメンの古代チリメン単語チリメンの種子折り、露チリメン夏向きのシースルー生地。草木染めにも適する。あと染め証券織物である単語チリメンの白生地の大部分は和装用の木弱地で大きく2種に分けることができる。平ら組織の無地チリメンと門組織の門チリメンで現在の単語チリメは 全体の2割ほどが、無地ちりめん、8割をモンちりめを占める。無地ちりめの代表格は、変わり無地ちりめ変わり三越ちりめなどで、モンちりめの代表格には、モン衣装ちりめん、朱子衣装ちりめがある。このほか変わり年始を用いておられた古代ちりめ変わり古代ちりめ銀無地ちりめ林輪行ちりめなど、 縦糸と横糸の様々な組み合わせにより多様な種類がある。単語チリメンの浴用タオルの布地。脂肪部分の横糸に絹糸を使用し、縦糸にポリエステル糸を使用している。単語織物工業組合の直営工場等では、生殖技術の向上に加え、単語チリメンの機能性や需要を高めるための様々な研究開発を行っている。オリア。 素材の組み合わせにより作られた単語ちりめの種類は、1932年に単語じりめ工業組合が作成したパンフレットで確認できるものだけでも95種類に上る。かつては、高級な着物はまず白生地を選び、好きな絵柄に染色するものであったので、白生地にも差別化が求められ、旗屋ごとの特色を生かした少量大品種生産が組合によって統括された。 振り上げたばかりで精錬していない単語チリメンの布地。セリシンやノリなどの不純物が付着しており、ゴワゴワとやや硬い手触りがする。これらを洗い流し、アクで4時間煮沸するとよりが戻り、しぼのある、美しく柔らかいチリメンとなる。ジャカード織りの単語チリメンの布地ジャカード織りの単語チリメンの布地ジャカード食器で使用される、モンシの一種無地チリメンは、縦糸と、 横糸それぞれに異なる。次の工程を経て、製品となる。縦糸1、糸繰り、小さな枠に糸を巻き取る。2、糊付け、糸を寄り合わせながら、糊をつける。3、年始、数本の糸によりをかける。4、サイクリ、サイド、小さな枠に巻き取る。5、成形、縦糸の幅や糸数を整える。6、タツナ新しい縦糸をつなぐ。 7. 生殖。縦糸に横糸を折り込み、生ちりめんを作る。8. 節取り。生ちりめんの検査を行い、傷があれば修正する。9. 精錬。不純物を取り除き、柔らかな布地にする。0. 乾燥幅で乾燥させ、幅や長さを整える。11. 自己検査。傷や汚れがないか調べる。12. 品位検査。合格か。 不合格化を決める、最終検査を行う。横糸1、下付け、糸に油をつけて、柔らかくする。2、糸栗、ボビンに糸を巻き取る。3、抜き合わせ、数本の糸をまとめて、枠に巻く。4、抜きに、湯の中で煮て、糸を柔らかくする。5、かかんかん、粘のための管に巻く。6、粘脂、八丁粘脂を用い、強い、よりをかける。 7. 上巻管折るための管に巻く。8. 生殖。蒸気縦糸の項目の7以降に当たる。モンチリメンは無地チリメンの工程の生殖前に次の工程が追加される。1988年以降はコンピュータジャカードが普及し、モン紙も電子データ化されている。1. 生涯、チリメンの柄の元となる図案を用意する。2. 衣装図。 生絵をもとに、織物の設計図となる、衣装絵を描く。三、文紙彫り、衣装図をもとに、紋紙を彫る。四、紋紙編み紋紙を綴り合わせ、長いループ状につなぐ。五、完成した、紋紙を、食器の上部にあるジャカードに装着し、生ちりめんを織る。生殖後の工程は、無地ちりめんと同様である。単語地方は、古来浦西と呼ばれる。 季節風の影響で、弁当忘れても傘忘れるなと言い継がれるほど、雨や雪の多い湿潤な気候で、乾燥すると糸が切れやすくなる絹織物の生産に適していた。内陸部では少なくとも、奈良時代から絹の生産が行われており、正倉院には、丹後国竹の軍に住む車部クジラという人物から、朝廷に納められた足絹が残されている。さらに、 南北朝時代の定金往来に記された単語成功、江戸時代初期には、紡ぎや繊維となどが染色され、名産となっていたことが、毛吹草や日本画のことをの記述で確認することができる。織物業は農業と共に長く単語の人々の生活を支えてきた。単語地方にチリめの技術が導入されたのは、1720年から1722年に、 かけてである。単語整合は高品質な絹織物であったとされているが、江戸時代に京都の西人でお飯チリめんが誕生すると田舎チリ麺と呼ばれて売れなくなった。さらに1680年1681年や1717 17年の協作基金が重なり、単語地方の人々の生活は極限まで困窮した。遠方の大基金では、 10月23日に降り始めた雪が翌年2月まで続き、積雪は1から2条を記録し、4件に1件がその重みで倒壊した。牛3000頭のうち1870頭が死に、当時の人口の約2割にあたる14816名が餓死したと伝えられている。打開策として企業復興を願い、 当時一世を風靡していた、チリメン生殖に目が向けられたのは当然の、帰結であったが、多くの産業技術が、おののの産地で秘匿されていた時代であったので、その道は険しかった。絹屋佐平寺、後の森田二郎兵衛が二度の断食祈願を行った、禅城寺そこで、峰山の絹屋佐平寺は1719年3月7日から、禅城寺の、 聖関ゼオン菩薩に7日間の断食祈願をし、京都の西人の折屋に奉公人として入り込むと、おしちりめんの生殖技術を密かに探った。一度は失敗するが、再び西人に出向いて、糸ケ屋に奉公しながら独自に調査、研究を重ね、ついに1720年、故郷にちりめん技術を持ち帰ることに成功する。その技術は、当時、 門外不出とされていた、年始技術である。左平時は、主人と常磐島以外は一切立ち入りを禁じられた、土蔵作りの密室で行われていた糸よりの秘密を、探るため、常磐島に取り入って酒を飲みに、外へ連れ出し、何気なしに、木の様子を聞き出そうとしたが容量を得なかったため、土蔵に忍び込んで退得したと伝えられる。この際の経緯が、 1831年5月に、佐平寺の子孫である、森田五平守が、織屋仲間に向けて綴った文書に記されている。1917年に撮影された八丁年式1719年12月の、大晦日に近い頃のことである。夜陰に紛れて、糸木屋を抜け出し、峰山に戻った、絹屋佐平児は、記憶を頼りに糸寄り車を組み立てて、糸を寄った。 その意図を持って、再び上京し、実際に、西人の糸と比較して、同様の年史を生み出すことに成功したことを、確認してから、故郷に戻り、生殖に着手している。禅城寺には、七百二十年四月、佐平寺が最初に織り上げたチリメントされる、縮み布と、初めて使用した糸より車あるいは敵機が、奉納されたと伝えられているが、現在は、 縮じみぬの,のみが時報として保管されている。このチリ麺は、原型である経営のおめしリりめよりも厚手で、脂肪が高い、十目の織物で、峰山独自の、単語チリめんだった。1720年、絹谷佐平寺が、初め織りした、単語チリめん全くの同時期、茅谷谷では、京都と単語を行き来する、中間問屋であった後、野村の木綿や六江門も、企業復興を目指し、 日頃から懇意にしていた西人の織屋に密かに、チリめ技法の伝授を依頼、茅村の手米や小右衛門と、三河地村の山本や左兵を西人に送って4年かけて、技術を習得させ、1722年、故郷に持ち帰らせた。三人の郷里である茅谷谷の上4箇所と呼ばれる、地方には三輪等がなく、農耕も十分にはできない風土であったため、 この地方の農民は古代から企業によって生計を支えていたのである。小衛門と佐兵が修行に出ている間、木綿や六衛門は彼らの家族の生活すべての面倒を見たと伝えられる。与佐野町のちりめん街道にある杉本家住宅の前には、ちりめん発祥の地として、手米や小衛門の功績を称える石碑が置かれている。 絹谷三平治と合わせてこの四人を単語チリめの創業者として、毎年5月には、峰山で、しそい礼祭が、秋には、三河地で、織物しそ祭が取り行われ、現在もその功績が語り継がれている。1726年に、慶後地中、堀町の吉野家自治江門から、峰山の絹屋州に当てられた、受け合い状のこと。問屋販売を受け負ったことや、大銀は、 滞こおりなく渡していること、二人の保証人などについて説明している。単語地理面の小取引に関する文書としては、現存する最も古いものである。1840年に発表された、諸国産物大数持ち絹や佐平寺、手米や小江衛門、山本や佐平が習得した技術は惜しみなく公開され、柴叩く間に単語一円に広まった。 江戸明治期の文書に残された旗屋の名は男性名ばかりであるが一台の木でちりめんを織り出すには何人もの人手を有した。実際に企業を支えたのは家庭内における女性や子供の労働力であったと言われる。年貢をまかなうための農耕や野良仕事もまた重要であったので男は野に出かけ女房や娘たちが気女となった。単語地方には 当時すでに紡ぎなどの生殖技術の蓄積があったことも助けとなり、峰山では1726年、茅谷谷では1728年には、京都に取引どんやを持つに至った。技術導入からわずか6年後の受け合い上のことには、京都で5軒の問屋が単語チリ麺の販売を受け負っていたことが記されている。峰山を中心に中軍では、むね目のチリ麺を、 竹野郡では、中目のちり麺を、かやだに一帯の与佐郡では軽めのちり麺を産出した。一方、京都では、1730年6月の大火で、西人の食器の7000台のうち3120台が、消失したことにより織物が、品薄となり、需要に対する供給源の追い風を受けた、丹後や気流などの新興じり麺産地は大きく、発展した。 後年の丹後の企業の基盤は、この時期に築かれたと考えられている。経営の市場に比較的近いという地理的条件も、幸いした。当時、丹後チリめの流通を支えたのは、聖太や天秤家具を使って、重さ6 0ラムにもなるチリめを、丹後から京都に運び続けた、チリめん美脚である。1726年に定められた。 チリめん飛脚安定法に基づいてチリめんを運んだ。屈強な男たちが重い荷を抱えて、大鉱山を越える姿が行列をなしていたという。オーロはチリめんを担いで三日かけて京に行き、袋は大金を抱えて二日で帰った、と民謡に歌われている。単語チリめんは、やがて、チリめんの主産地であった西人を脅かす存在にまで、成長したため、西人は、再産。 幕府に対して地方義務の流通量制限を願い出ている。西人の訴えを受けて、幕府は1744年、地方産地の進出制限令を発布し、単語は3万6000単まで、気流は9000単までに出荷量を制限された。さらには、許可制の導入や完成の改革における全国的な倹約省令で、 従来の京都絹豚屋が閉鎖されるなど、大きな打撃を受けたが、峰山藩では、藩内で生殖されたチリめを一手に集め、一旦ごとに、検査する、単別検査制度を設けて、販売は、会員を受けた、合格品だけに限ることで品質を保証し、豚屋を定めて新たに、堺など、大阪方面への販路拡大を図るなどして乗り切った。 1789年12月に導入された、この単別検査は、単語チリ面企業市場で、最初の製品検査制度である。工述する、宮津領内の闇木による、蘇生乱造品で被害を受けていた1820年には、峰山藩のほか周辺地域の宮津藩や天領、久美浜の旗屋も連携し、口用の村に、 三両分体会所と呼ばれる旗屋の統一組織を作るなどして対抗した。1830年代に行われた天保の改革では、禁券令によりチリ麺の販売が禁止され、単語チリ麺産業は深刻な影響を受けるが、峰山藩は京都に御副賞を設け、再び京都での販売に着手している。また、宮津藩も宮津御洋城を京都に設けて対抗した。 1840年の諸国産物大数持ちでは、西の小結びと記録されるほどに販路を拡大し、織物では軽羽豚へと並び、最上位に記された。また、天保年間の越後や軽本店における、地方務の入荷量を分析した松本志郎の論文によると、単語チリめはその半数を超え、全国トップを争う織物となっていたことが、記されている。 1868年の単語企業の個数と、期代数は、中軍が196個で210台、竹野軍が286個で324台、与佐軍が928個で973台となっていた。峰山藩の同行森田チリメンの連復元単語、チリメンの創始者の一人、森田二郎兵衛の母飛単語チリメンの始めよりは、 わずか19家村1万国余りの貧しい、小藩であった峰山藩には、渡りに船だった。峰山藩の藩主であった京国氏は絹屋佐平寺を、高く評価し、1730年、一階の小畑屋に過ぎなかった佐平寺を、森田次郎兵衛と改名させ、苗字立て脇を許し、お召し、ちりめん屋の、コンゾメののれんと、ちりめん屋の屋号を与えて航空した。佐平寺、 48歳の時である。領民には、チリメン職業の義は、当初、第一の行柄として、積極的に二郎兵衛からチリメンを習いおることを、奨励し、抜け売りや地売り、闇取引などの不正を禁じて、藩自ら生産や品質を管理運営した。これら藩の保護政策ため、峰山藩では、チリメンの品質が向上、維持された。 1789年に刊行された、ンプ長法記では、単語理面は、単語理面、全体との、より若く門引くし、絹の性も、やわなり、万事等や地理面に似たる品をし、知性あまり強く話し、中にも、不価地絹は着用して毛むくりつまり、かや、宮津より出るものいたりて下品なりと酷評されているが、峰山さんのものに関しては高く評価されている。 峰山城下町の食器は、1762年8月には、約90代に上り、1868年には、約160代にまで発展した。佐平寺の居住していた中町は、1872年に、地名を、織本と改め、現在その場所には、丹後ちりめん思森田次郎兵を発祥地と記す石碑が建てられている。 宮津藩の道行大宮町上常吉にある、京都府下最大級の石像、平地地像。宮津藩、文政一期の首謀者である、吉田新兵らを追悼し混流されたとする説があり、新兵地像の異名がある。企業を保護、奨励した峰山藩と異なり、多量も含めて7万国の宮津藩に属する、茅やや地方の単語地理面は、苦難の道をたどった。 当時の宮津藩主であった青山氏は、企業はあくまで副業との認識から、西人など外部勢力の妨害に対しては、保護政策を取ったが、一方では、企業を行う農民に対して、農耕を怠っているとして、圧力をかけ続け、はじめより528年目の1749年には、企業停止の弾圧を行った。前述の通り自然条件から、農耕だけでは、 暮らしが維持できない三所村を中心に、茅谷谷の農民たちは、調査も辞さない構えで藩と交渉を重ね、年貢の不足は、チリめの大銀で納入すると申し出て何とか企業を続けられることになったが、その代償として、過酷な木方運場を取り立てられることとなった。企業停止の命令はその後も2から3度あり、農民側は、その都度、ごめんを陳情し、 多額の税金を負担した。1759年、青山市から本城市6万国へと藩主が変わっても方針は変わらず、農民の暮らしを絞り続けた。1762年には許可を得た者以外は地理面を折ってはならないとする、規格、制度を設け、1775年には、奇数改めが行われて一期あたり40問目が課税された。 そのような圧政にあっても、かやや地域において企業は生活のために書くことのできない制御であり、一件で複数の木を持つことも多かった。宮津半領内の木数は、1771年には302台に達し、その半数近くを発祥の地であるかや谷,谷の三河地村、かや村、五野村が占めていた。木数はさらに増え、1803年には、 宮津藩領内全体で979代、この内茅谷地域が743代を占めていた。本城市の5代目藩主、1808年に25歳で、家督を継いだ、本城宗明は、田舎大名としては、異例の出世街道を突き進んだが、その陰には、莫大な愛路献金があったと言われており、宮津藩の財政は、日の車だった。そのため、 六甲市民と呼ばれる米の収穫項の6割を年貢として納めさせる元々の項素年貢に加え、お項、お頼み銀と次々に税を貸し、時に先納めを命じた。お預け米と称されたその先納めは、毎年、米1万5千両を全能させるものだったが、さらに、つい先々納めと称して1万5千両を取り立てる、決定も下された。 もともと土地が痩せていて、農耕だけでは暮らせないがゆえに木を折る土地柄で、米3万病の先納めは、容易に受け入れられることではなかった。1821年には、莫大な献金の必要が生じたことから、領内を国勢調査し、男女7歳、以上70歳以下の者すべてから一人一日千二分の、人頭税、万人口を徴収した。 この人頭税も当初は三分徴収することが計画されたものの、さすがに無茶と反対する過労もあり、二分になったものと伝えられる。かや谷の農民が重税にあえぐ一方で、反権力と結びついた岩滝村や宮津城下の有力商人の多くが無制限に闇木を作り、それまで気泡のなかった村にまで闇木を流行らせて蘇生乱造し、 完成の改革後の品不足の中でそれらの悪質なちりめんを売りさばいて富を築いていた。1822年12月に勃発した丹後地方では史上最大規模の百姓一揆、いわゆる文政一揆はこのような宮津藩の圧政と藩権力と結びついた商人への怒りが背景にある。文星一揆では闇企業、闇売買を行っていた商人の ことごとくが打ち壊しにあった。その数は5日間で55件とも60件余りとも記録されている。文政一期は、農民側の完全に勝利で集結し、つい先々収めと、万人公は廃止された。しかし、一期の首謀者に対する戦議は、直後に始められ、最終的に一期を主導した、吉田新兵以下農民5名が死罪または、英老となり、 酵素の軽減を主張していた、反省改革派の宮津藩だろう、栗原理恵門とその子息も、角録取り上げの上入うとなった。このほか幾人かが、追放などの処分を受けた。1917年に撮影された旗屋内部の様子。乗り付け工程。海外との関わり明治維新により、旧機が撤廃されると、織物に使われる機地とは重要な輸出品となった。 さらには、織物自体も、海外向けの品が珍重されるようになった。明治末期から大正期にかけて作成された、織物見本帳橋立には、外国向けの様々な織物が含まれており、海外販売を意識した生殖が行われていたことが、伺える。1871年の廃藩地県で、豊岡県が誕生すると、大野右中県県産地は、単語チリめを、 県の特産品として手厚く保護した。明治新政府が国を挙げて参加した1873年のウィーン万国博覧会では出展品を検討するため各府県に一品の報告が求められ、 そのうちの織物に関する報告を集めた織物集説によると、豊岡県では中軍峰山さんと宮津金坊さんのちりめんについて報告しており、峰山さんのちりめんの質が良いとされ、博覧会にも出品されて、賞を受けている。1875年には、米国独立100年祭万国博覧会に出品。1876年のフィラデルフィア。 万国博覧会でも、峰山さんのチリ麺が出品された。さらに、1900年パリ万国博覧会では、口尾の村のうかい玄えもんが同賞を受賞したほか、浜見、立志、小林新七、河田万助、美藤博吉、塩見徳造、小林中七、美藤忠三、造、江原徳衛門の8名が入賞して、出品した単語チリ麺はフランスで完売した。 この時、日本最初の女優とされる、川上貞役子が、口尾の村で生殖された絹のドレスを身につけて、出演し、そのドレス地は、フランスチリメンと称され、明治30年代に流行した。おそらくこれが、迂回のチリメンであろう。迂回のチリメンには、その後に、フランスの商社から注文が入り、フランスチリメンと呼ばれるようになったと伝えられている。また、 シカゴ万国博覧会でも単語チリメンは多数の受賞者を輩出した。明治期には技術革新も進み、1894年には単語地方最大のチリメン工場となる西山第一工場が稼働した。1900年にはジャカードが普及し、門紙を使用する技術が本格的に導入された。1904年には西山第二工場。 第3工場が増設され、ドイツのオットー製の発動機とスイス製の力食器が導入され、単語地方で初めての動力によるチリメン製食がスタートした。国内での評価1903年大阪で開催された第5海内国産業博覧会に出展された多数の織物のうちの504種類を収める実用車の 第五海内国産業博覧会記念選食館には、丹後で生殖された、朝日折、輸出向き薄尻麺、丹後尻麺、門織絹縮みの4点が紹介されており、その産地は、茅谷だに、峰山、岩屋となっている。この時の博覧会では、三河地の坂根誠一が特許を取得している、千岡の子も出品され、一等を受賞している。 明治大正期の課題開国の流れを受けて、躍進する単語チリメンであったが、原料であるキートが、輸出優先で生産されていたために不足して高騰し、国内消費を目的に量産された単語チリメンは、キートのクズやクズまゆを原料とする宝石剣士や、朝日折のように寄らない糸を横糸とする、チリメンのように見える織物、剣士以外に、面師も用いた、麺チリメンなど、 安価な織物を生産する、蘇生乱造傾向に陥ることにもなっていた。また、1876年に、豊岡県が廃止されて、丹後地方が、京都府の一部となると、府は、丹後側に、何の連絡もなく、膝元の西人企業を引き立てるため、丹後地方の企業の進出を抑制する。 単語出非規律規則を定め、単語チリメン業界の自由な活動は規制された。この規則は単語側の反対運動により、その後廃止されている。1882年頃からは、特に不足していたキートを使用した本チリメンは、中外業者の介入により、生地を精錬加工せずに、京都に出荷するようになった。 これは、京都で清錬後に、傷があった場合すべて単語側の、難物として戻され、大きな損失を生むことにつながった。中には、清錬後に、初めて見つかる折り難を悪用し、欠陥がなくてもあったと称して、問屋が、値引きや返品を迫る例もあった。一方で、単語のちりめん業者の方でも、重い方が、値が高くなることから、 出荷する精錬前のチリめに砂糖水をかけたり、生糸に糊をつけるなどの不製造量が横行した。チリめを反製品状態で出荷する下請けの不利を指摘し、単語企業の自立を促したのは、1914年に単語地方を視察した、農商務省の岡実商工局長である。これを受けて、翌1915年、残っていた精錬業者を中心に、 単語チリメン国連規制同盟会が結成され、蘇生乱造や不正な増量などを是正し品質を保証するべく、単語で精錬まで済ませてから出荷する手立てが講じられた。西人は、声友会を通じて、必要にこれを阻止しようとし、また、単語のチリメン業者の方でも精錬後のチリメンは、貯蔵が困難であることや、京都からの大量取引や見込み買いがなくなることへの、 器具から反対する者も,もいたが、ついに1921年、与サ軍、中軍、竹野軍の組合が合併して、単語尻面同業組合が発足した。1928年には、単語一体で5カ所の精錬工場と倉庫を建設、単語地方で精錬する、国連を実施し、組合が検品した上で出荷することが可能になった。単語尻面の 前流し皇帝の工場戦前1927年3月7日の北丹後地震では8割もの食器が損壊した。この地震では同時に発生した火災による被害がとりわけ大きく、職人の多くが被災し、チリ麺や原料の生糸が焼ける被害を受けた。中でも丹後チリ麺発祥の地、峰山町の被害は甚大で、9割以上の家屋が消失し、 町民の2割以上にあたる約1000人が死亡した。単語企業はもはや再起不能と噂されたが、同年末には、奇数5880台、年間生産価格3400万円と、震災前を上回る規模にまで復興した。政府による復興資金の融資や補助金のほか、ちりめんが公共だったために、銀行や京都の問屋も、 資金援助を惜しまなかったことが復興を助けた。1928年には国連検査制度が、1933年には応印制度が開始され、木の織物の高級ブランドとしての地位が確立された。1930年から京都府織物指導所が作成した、三寄市並本町からは、黄金時代を迎えた単語チりめの森花ぶりを、 婚礼衣装などから伺うことができる。1929年には世界大恐慌が生じ、日本も昭和恐慌の時代を迎えていたが、アメリカへの輸出で支えられていたキートの価格が暴落したことでコストダウンが図られ、北単語地震後に新型食器を導入できていたことが功を奏し、大衆へと購買層を広げた単語ちりめんは飛ぶように売れた。 1934年2月の見本帳には、内地婦人洋装が加速度に増加しつ、ありと記載され、和装以外の織物も模索されていたことが伺われる。同年7月の見本帳には、和装のコート用の布地として毛織物よりチリめが好まれるようになってきていることや、防寒よりも装飾が重視されて重いものは好まれないこと、縫い取りチリめんに禁糸を用いるのは、 大阪では好まれるが京都では好まれない、など、産地で製品化が図られていた様子を垣間見ることができる。戦中1937年に太平洋戦争が勃発すると、翌年には、禁止や金箔が使用禁止となり、1940年から7月には、写真品等製造販売制限規制により当時の単語チリめで主流だった縫い取りチリめなどを生産。 販売することができなくなった。翌1941年12月には、キートは配給制になり、国が定めた、企画品以外の製造が禁止された。さらに、1942年11月から、金属教室令による食器の教室が始まり、終戦までに、単語地方全体で、力食器の約6割が失われ、企業者も6割以上減少した。 廃線の年である1945年にはほとんど生産されず、キートの配給や指定生産は戦後も続き、本格的に復興するのは昭和30年代に入ってからとなった。1938年から2から4ヶ月おきに作られてきた三折なみ本町は1943年3月を最後に一旦途絶え、 戦後再開するまでおよそ3年半の空白が生じている。この頃の単語辞理面工業組合の機関誌、単語辞理面には生活必需織物を考案する記事が増え、組合名称も単語辞理面工業組合から単語織物工業組合へと解消している。この時期に身寄りされた福祉見本が京都府織物機械金属振興センターに残されているが、 従来は毛糸を材料とするサージを絹糸で生殖した絹サージなど生き残りをかけた単語チリ麺業者の試行錯誤を垣間見ることができる。戦後昭和31年の単語チリ麺ポスターでモデルの塚陽子が着用した着物昭和23年と昭和29年の単語織物工業組合の出資証券1946年10月再び作られるようになった。 三寄市並本町は輸出向き高級愛車土から始まる。以後、垣間見えるところでは1948年頃から輸出向けのチリめが増えてゆき、戦前と同じく様相や輸出向けの生産が行われたことがわかる。当時の日本は食料輸入の見返りとしてアメリカ向けの輸出製品を増産する必要に迫られており、 1946年10月に発表された養蚕復興5仮面計画とセニ産業再建5仮面計画を受けて要塞向けに広幅のフラットクレープやデシンクレープがおられこれらが米国において単語クレープと呼ばれて好評を博した単語織物は一時は輸出用織物の3割を占めたしかし求められた商品主体量生産は 丹後地方の生産体制には合わず、1949年に、キートや絹織物への統制が撤廃されると、再び西陣の先染め織物を中心とした、国内向け絹織物の生産へと回帰していく。ガチャマン時代に丹後地方でおられた、西陣帯の織物の一例。昭和30年代半ば頃からの高度経済、成長期、普段着の様相化に伴い、 着物は、晴れ着やフォーマルといった、高級品のみとなっていく。高級着の織物として、活路を見出した単語チリメンは、吉永さゆりや若尾文子などの女優のプロマイド入りの、宣伝ポスターを制作して、全国のデパートや商店に配布し、ミス単語チリメンの選出を行うなど華やかな、宣伝を繰り広げた。単語チリメは、婚礼調度品や、 成人式の振り袖や、訪問着、模服など、着物生地の必需品としてもて生やされ、この頃の学校行事には、ほとんどの母親が、色無地に黒羽織を重ね着した装いで出席し、観婚葬祭では、ちりめんの着物を礼服として着用した。ガチャっと一折りすれば満単位で儲かるという意味で、ガチャマンと呼ばれた、最盛期には、峰山地方振興局管内だけでも、 約6000の事業所があり、少なくとも4割から5割以上の世帯で木が折られた。単語チリメンは、1973年には919万7000単余りを、生産して2200億円の生産高を記録し、頂点に達した。縦糸に細糸を用い、横糸を二重にして、呪文の変化を狙った、モ衣装チリメンが、全盛の時代である。 畑屋の個数は1975年が最多で、単語リモの工業組合に所属していた、企業個数は1100個、就業者数は22,797人だった。その後は、和装需要の減少、韓国や中国でおられた安価な、チリメン等の輸入増加とともに徐々に生産量が落ち込み、二千一年頃には百万単を切り、二千九年には五十万単を、 キリ、2014年には32万千単余りまで減少した。苦渋の生産調整をいるショックからの全国的な不況に加えて、1974年8月、キート一限界輸入措置が発動され、原材料であるキートを安価で入手できなくなったことが、チリメン不況に追い打ちをかけ、単語チリメン衰退の流れを作った。この輸入措置は、 キートの価格を高額で維持し、養蚕農家を保護しようということが大義であったが、一方で製品の輸入は、実質的に自由化されるという大きな政策矛盾があり、高い値段で据え置かれた、国産キートで生殖せざるを得ない、国内織物産地に対して、例が一つ少ない EC やアジア諸国の安価な、輸入犬織物が増加した。9月、食婦5団体による、 全国食不危機突破大会が東京協立行動で開催され、単語地方からも13,500名の署名を集めて、衆参両院の議長や地元選出議員、単語地域の各市区町村議長らへ、規制の撤廃や緩和を求める陳情や請願が行われた。この陳情はその後、毎年20年以上欠かさず続けられたが、中央政府に、 地方の苦境が考慮されることはなかったという。長引く不況の中で1976年に韓国産の絹織物の輸入が急増すると煽りを受けた単語チリ麺業界では倒産や失業が相次ぎ、その数は1ヶ月あたり30件にも上った。これを食い止めるため、1977年12月7日、単語一体で生産調整を目的として、 チリめ食器の共同廃棄は食べ出しが行われた。1264の織物業者で全体の12%に当たる4827台の食器が破砕され、道端に鉄くずが積み上げられた。高額な資金をかけて購入し、家計を支えてきた食器が砕かれ、捨てられるように、織では一生の欠別を感じ号泣したという。共同廃棄に該当した。 事業所には、組合から一定の保障が支払われたが、その後16年間、食器の増機が制限された。輸入織物との競合や着物離れの影響による、チリメン不況はその後も長引き、食器の共同廃棄は1977年以降、1980年までの毎年と、1983年、1985年、1987年にも、 行われ、破砕された食器の総数は14,838台に及んだ。ラデン織の一例単語チリメンの手織ネクタイ2005年、単語チリメンは、今日では、希少となった藤織や、近年誕生した、特殊技法を用いるラデン織の織物と共に、単語的スタイルとして、ジャパンブランド育成支援事業に採択された。 これら単語の織物は、世界最大の繊維見本紙、プルミエールビジョンのメゾンデクセプションに招待されるなど、再び海外市場への挑戦を始めている。2017年1月のパリオートクチュールコレクションでは、フランスの有力ブランド、オーエノーラトゥービューが単語産の素材で製作したドレスを発表し、 フランスのブランドによって、単語地方の企業発社の織物が翌年に向けて採用された。2018年1月22日にパリ市庁舎内で開催されたコレクションショーでは、披露された28着の衣装のうち15着に単語地方の織物が使用された。2014年の単語地域の織物出荷額は、あと染め証券織物が約38億円。 先染め証券織物が約35億円、その他の様々な化合繊せ織物なども含めて総額は83億円である。昭和の前世紀である1970年代以降、食器の稼働台数、従業員数は4分の1にまで減少しており、産地の規模は前世紀とは比べようもないほど縮小しているが、単語地域においてちりめは、 今日も、なお重要な産業となっている。2017年4月、文化庁により、日本遺産、単語地理面回路を構成する文化財の一つとして認定された。現代の課題大きな課題は、設備の老朽化と後継者不足である。単語地域の食器の大部分は、使用年数が40年以上に及び、破損した部品は、使用していない食器から補ってしのいでいる。 現状であるこの対策として、京都府や地元自治体は、製造設備更新や導入に充てる費用を補助する事業を展開している。後継者の不足は、さらに深刻で、丹後地方には2016年時点で800社以上の織物製造企業があるが、その約9割で後継者がいない。職人の平均年齢は65歳を超えており、 技術継承が危ぶまれる段階に達している。もともと、単語チリ面は、零細企業が多く、世の景気変動の波をまともにかぶる、市場構造を持っているがために、企業は三代は続かないと評されてきた。単語地域の企業の清水を企業個数やき、台数だけで見れば、 1868年から1943年までの企業個数はおよそ千数百台で安定しており、奇数は着実に増加して、それなりに発展してきたように見えるが、これは単語企業全体の数字のマジックであって、個々の企業家で三代続いた絵は稀である。後継者が育たない原因の一つには、職工賃が低すぎることがあるとされ、2014年に、 単語技能織物最低工賃が改正され、あと染め織物では平均14.4%、西人体などの先染め織物では平均45%引き上げられた。2020年に迎える単語チリメ創業300年の事業実行委員会では若い世代が産地のプロモーションにつながることを期待し、学生と事業者の共同による商品開発に取り組んでいる。 2008年に単語、知恵ものづくりパーク内に移転した京都府織物機械金属振興センターでは、これらの課題に対して技術相談や人材育成のための研修会を実施するとともに単語織物のブランド化事業や炭素繊維の研究、デザインソフトによる図案集の作成など様々な研究開発を行い、事業所への技術移転につなげる取り組みを行っている。 現代の取り組み単語織物工業組合中央、加工場単語ちりめんの技術は、和装だけでなく洋服の生地やスカーフ、ネクタイ等の小物、インテリア等にも活用されている。組合は精錬の他に、絹織物の欠点を補い付加価値を高める、様々な加工を担い、素材の開発も進めている。研究は、摩擦に強いハイパーシルク加工や、 ポリエステルチリメンの開発など多様な分野に及び、京丹後脂も植物などを原料とし、地中で還元にされるバイオフロント糸を使用する織物開発等に補助を行っている。2010年11月14日、アジア太平洋経済協力会議で出席した各国首脳の夫人らが着用した腰の広子一生のガウンドレスは、 バイオフロント糸と絹糸に年始技術を施して生殖した単語チリメンである。現在、単語チリメン業界では、現代的なデザインで統一ブランドを作り、各織物業者のオリジナル製品を統一の企画で世界に発信するための商品開発を行っており、スカーフ制作については、2017年から年数回、パリで、 有名ブランドのデザインを手掛けた実績ある、プロデザイナーのマチルダ・ブレジョンの指導を受ける。ブレジョンは、単語地域の織物業者を一軒ずつ訪れて、各々の特徴を活かしたデザインや、色使いや形状について、助言を行い、スカーフの大きさを120センチメートルにするなど、パリの消費者に好まれる製品の開発を目指している。パリでの単語ブランドのスカーフの販売は、 2018年、初旬に開始された。2020年現在、着物研究家のシーラクリフを単語織物、工業組合のアンバサダーに迎え、同年創業を300年を迎えた単語チリメを、国内外に広める活動を行っている。その模様が、2020年10月、NHK 総合テレビジョンの、世界は欲しいものに溢れてるで、京都着物スペシャルとして放送された。 丹後、丹波、田島地方の江戸時代以前における糸繰り、江戸時代末期、丹後産のキーとはあまり上質ではなく、佐藤信弘が1827年に刊行した経済要録では、丹後式刀のごときは、外見美なりといえども早すき者、王子と指摘されている。そのため、丹後チリ麺の品質の維持、向上には、 良質とされた欧州福島産のキー糸が用いられてきた。チリめの原材料であるキー糸を得るための養蚕は、長年様々な飼育法が試みられてきたが、確立したのは明治期の終わり頃、丹後地方では、下肢70度前後を保つ、接中育が最も適しているとして普及した。他の地方の製紙業では、機械を利用した工場による、 大規模経営に移ろうかという時期であったが、丹後地方においてはまだ養蚕と生死の分業は進んでおらず、養蚕家が自ら育てた眉を自宅で糸にする、旧来の体制が取られており、大正時代には、蚕さんを買わなんだら、百円札が拝めなかったと言われたほど、農家にとって重要な収入源であった。丹後、丹場、田島地方の江戸時代以前における養蚕の、 洋子解雇の飼育期は地域により差があるものの、春は5月上から中旬から、夏は7月下旬から、秋は9月中旬からの年3回で、ガガ卵を産みつけた種紙を購入し、それを孵化させるところから、繭を得るまでに1ヶ月余りを要した。一旦の着物地に必要なキートは、約9 0 0ムで2600粒の繭から作られ、それだけの繭を得るための解雇を育てるには、 98kg の桑の葉を必要とした。蚕を飼う部屋は、産室といい、母屋の座敷がこれにあてがわれた。家中の畳を上げていっぱいに小棚を作った。養蚕の間は、2時間おきに4時間の作業を要した。ため、人は、夜でも蚕の世話をしながら、小棚の間でうたた寝寝する、ほぼ不眠不休の暮らしぶりであった。桑畑の世話は、かないそうでで言ったが、 カイコの飼育は主に女性の仕事だった。眉から木トを取るには、熱湯で眉を煮て、眉の糸口6から8個を、ざくりで一本の木糸にした。これを木の小枠に巻き取り、さらに大枠に再度巻き返して、枷にした。屋内で大量の熱湯を沸かすため、養蚕を行う農家は、平屋でも現代の一般的な住居の2から2.5階に、 相当する高さの吹き抜けや高窓を備えた作りであった。与謝野町茅野の重要伝統的建造物群、保存地区、チリメン街道には、現在もその面影を残す民家を見ることができる。なお、2018年現在、京都府内の養蚕農家は、福知山市の2県のみとなっており、丹後地方で養蚕を行う農家はなくなった。解雇は、病気にかかりやすく、 養蚕は安定した収益を期待できる産業ではなかった。農家にはネズミなどカイコや眉に害をもたらす天敵もいた。そのため豊かカイコを祈る養殖行事など様々な養蚕信仰が生まれた。これらは養蚕農家の減少に伴い1935年頃から徐々に行われなくなり現在はほとんど行われていない。一方、 企業にまつわる祭事は、現在も、盛んに行われており、4月下旬の土日に、与佐野町のほぼ全域で行われる、かや谷祭り、5月3.4日に、三河地,地区で行われる、三河地引山祭りは、いずれも江戸時代から、丹後ちり面の発展とともに形作られ、今日に至っている。かや谷祭りの祭礼行事の中の旧華や町地域、あたご神社の祭礼の巡行、 と鳥神社の祭礼行事、三河地引山祭り1935年6月、峰山町出身の田村茂が作曲し、しぐれ音羽が作詞、庄司太郎、清造が歌った、単語チリメンコ歌が発表され、レコードが作成された。1956年には、宝塚歌劇団の花組公演、春の踊りの中で発表されている。単語チリメンう歌は、日本遺産、 単語ちりめ回廊を構成する文化財の一つに数えられる。このほか昭和期に作られた単語ちりめの歌には、野村俊夫作詞、小賀正夫作曲で、神楽坂は、んこが歌った、あなた任せや、藤浦耕作詞、田村茂作曲、青木光一と、奈良三江や島倉千代子が歌った、ちりめ単語があり、京単語ちりめ祭りなど、 単語チリメン進行の場で今日も歌い継がれている。また、作者不明の、車回し歌、かんまき歌、降りて歌などの、旗や歌を、はじめ、くわつみ歌、糸引き歌、糸総そう歌、糸紡つむぎ歌など、チリメンの生殖にまつわる、労働歌が数多く残されており、旗や歌だけでも五千種はあると伝えられている。1907年に撮影された旗やの様子。 車回し通りで、明治から昭和中期にかけて、丹後半島の沿岸部や城西屋などの山間部、田島地方などから、未婚の子女が、茅谷谷や峰山、阿弥野などの丹後チリめの旗屋に奉公し、多くは住み込みで丹後チリめの生殖に携わった。比較的大規模な、食器30台以上を所有していた織物工場は、 1925年の時点で8工場あり、予佐軍に1、中軍に3、竹野軍に4だった。職工の男女比は1、2で、女工が多く、従事した仕事は男女で異なり、中でも、車回しは男性の職工織では女工と決まっていた。女工は今年来年上期戦で、再来年から織ですると歌われたように、織出になるまでには、 段階的に技術を習得することが求められた。大正期に、かやで、旗や暴行こうをした女性の記憶によれば、公員は朝6時に起床し、朝食の後7時から夜9時まで働き、見習いのうちは夜9時以降も、ランプ磨きなどの仕事があった。近代の防災業の労働条件は一般に、 昼夜に交代制の12時間労働で、1ヶ月の休日は1から2日だった。休憩時間は、線香が燃え尽きるまでの時間で測られた。厳しい製品検査で血管が見つかると、新引きといって、給与から転引きされた。1897年に、かや町に生まれた詩人であり、自身も13歳から、防食工場で働き、28歳の若さで亡くなった。 細い脇蔵は、著書、女工愛士の中で、旗屋暴行の過酷さについて、茅野の谷とは、誰がことたよことた、地獄谷かや美も刺さ,さぬと歌っている。大正時代から昭和にかけては経営者の中には、労働環境の改善に目を向ける者も,も現れ、1917年に、株式会社となった、茅野の西山企業場では、創業当初は14時間だった。 労働時間を12時間以内とし、浮いた2時間を、公員の教育に充てた。奨励金や、奨与の制度を設けて、長期就労者を表彰し、株式会社設立に際しては優秀な職工や、助工たちにも株を分配し、士気を高めた。稲の津川製紙工場でも、夕食後に、和裁や稼働、礼儀作法などを講師を招いて指導するなど、小学校を卒業して、 すぐに働き始める者が多い女行のための教育機会が設けられていた。峰山の雪町織物工場では5年成金すると町から表彰され10年勤めると嫁入り道具一式を用意してもらえたという。1940年、単語織物工業組合は住民の医療福祉の充実を図るため全額寄付によって財団法人単語中央病院を設立し、 理事長には、組合の理事長でもあった、小賀誠一が就任した。丹後中央病院は、現在も京丹後市の医療の中核を担っている。これに先立つ1938年には、丹後自利面健康保険組合も組織され、丹後企業就業者の健康保険制度が、確立されている。地域一円の織物業者のみで結成した。 憲法組合の成立は日本初であった。しかし、昭和40年代の黄金期においても、単語地理面職人の労働環境は過酷で、家内工業で木を折る主婦は、朝7時から100本の騒音の中で1日平均13から14時間旗折に従事した。1965年の統計によると、単語地方における妊娠中絶率は、 全国平均30.2人に対し、丹後町で113.7人、網野町で91.7人、大宮町で80.8人と多く、1968年の調査でも、全国アースト1から3位を独占した。1962年から行われた峰山保健所の調査では、1日の労働時間が9から15時間に、 及ぶ者が57%以上おり、16から18時間、働く者も,も8%以上となっており、長時間労働が企業に従事する婦人の健康を損なっていた事態が明らかとなっている。単語地理面歴史館、昭和初期の織物工場跡地を活用した企業ミュージアム。無料で常時公開されている現役の単語地理面製造工場であり、 江戸時代からの八丁年式や敵などの単語チリめの歴史を物語る防食器具や資料を展示する資料館でもあり、現代作家の作品等を展示するギャラリーを併設している。現代の絹製品も千種以上展示し、帯葉ぎれ、チリめん生地などの切り売りを行う直売所ともなっている。2017年4月、日本遺産。 タンゴチリメン回廊の構成文化財の一つに認定された。もともとは1903年に建設され、国の方針により、軍勢の制止した木糸で、婦人服やスカーフなどの絹の白生地を織り、イタリア北部のミラノ周辺の染色工場に輸出して、外貨を稼いだ工場だった。当時の建物は、北タンゴ地震で倒壊し、1935年に再建されていた。 歴史館への改築にあたっては、古民家再生で実績のある、野井重政が建築デザインを担当し、日本の産業遺産として希少とされる、ちりめん工場特有ののこぎり型の三角屋根が5棟、連なった外観をそのまま残している。2004年、リフォームリニューアルコンバージョン設計アイデアコンテストにおいて、優秀賞を受賞した。かつての茅や駅構内。 茅や鉄道は1985年5月1日に全線廃止となり、現在その路線跡の大部分は遊歩道となっている。山間部が連なる地形のために高地に恵まれない茅や谷,谷で人々の暮らしを支えてきたのは一重にチリめだった。チリめは価格変動が激しかったため大きな市場を持つ京阪神へ迅速に輸送することは産地にとって 重要な課題だった。江戸時代には大鉱山を越えて飛脚が届けたちりめんは、1899年に、半角鉄道が、福知山まで開通するとそこから先は汽車に乗り、1904年に、関節鉄道が新舞鶴まで開通すると、福知山ルートの他に、宮津から船で舞鶴へ行き、そこから汽車を利用する手段が取られた。1892年に、 鉄道敷設法が交付されると、単語一体の地理面業者が中心となり、単語地方を山院線の通過ルートとするよう熱心に誘致運動を行ったが、実現には至らなかった。1916年、京都府は国鉄の通らなかったこれら地域で、府費による測量を行った。宮津では単語鉄道規制同盟会が組織され、早期実現を、生願。 1919年に、舞鶴から宮津、峰山を経て、豊岡に至る京の宮津線ルートが着工したが、ここでも、茅谷谷の企業の中心地である南部六花村を通過することはなかった。茅谷地域の地理面業者は粘り強く交渉を続け、1921年には、京都府、山田より、兵庫県伊豆市を経て、豊岡に、至りる鉄道建設案が、 衆議院本会議で可決されたものの、貴族院の反対により不成立となる。さらには1922年、鉄道不設法の改正によりついに山、豊川線が関営鉄道の候補に上がり、測量が行われたが、1923年9月1日の関東大震災で保管されていた現地測量図や、 関係資料の一切が失われたことで、計画は白紙に戻されてしまう。再検討後の鉄道敷設計画では、かやまで鉄道が来ないことを知った、地元住民は、鉄道省に請願して、経験のある技師を派遣してもらい、線路の延長距離とかかる経費を算出させた。その結果、走行費見積もり額は千八百九十四円、車両や機場を、 鉄道小払い下げの中古品で賄えば25万円で全長5.3キロの鉄道建設が可能という結論を得ると町民823名が出資して資本金30万円のかや鉄道株式会社を設立した1926年3月27日に工事契約が成立待ち望まれた鉄道は4月10日の着工からわずか 数ヶ月で完成し、12月5日に開通した。後年には大鉱山のニッケル鉱山から鉱石を運んだことで知られるようになる、萱鉄道だが、もともとは、単語チリメンの出荷のために建設、運行したものであった。萱鉄道の建設は、近世以来の萱の街並みに、初めて近代的な都市計画がもたらされた、最初の事業であり、 多額の固定資産を要する事業を基本的に住民の手だけで成し遂げたという2点において、町の歴史の中で特筆すべきこととして伝えられている。鉄道開通からわずか3ヶ月後の1927年3月7日、丹後地方はマグニチュード7.3の北丹後地震に見舞われ、各地で壊滅的な被害を被る。開通したばかりのか鉄道も、 例外ではなく、岩屋地区から、宮津市府中地区までの、山田断層の北側が最大70センチメートル、竜気市東へ80センチメートル移動した影響で、駅舎の倒壊や、線路地区定の陥落が発生し、電話線の電柱は、全線に渡り傾き、鉄道員2名の死者も出た。復旧には1万7千円を要したが、直ちに行われ、6日後には、 運行を再開して救援物資の輸送に大いに貢献した。茅や鉄道は各地から中古車両をかき集めて運行されたため、今日では希少な車両が多く使われ残されている。当時の駅舎や蒸気機関車が日本遺産、単語地ェ面回路を構成する文化財の一つに数えられ、1873年に製造された日本で二番目に古いとされる蒸気。 機関車は2005年に車歴簿と共に国の重要文化財に指定された。近年では映画海賊と呼ばれた男の撮影にも使用された。単語チリめで富を築いた吉村家の別荘桜山荘峰山長官の桜山山山町にある起業家吉村家の別荘で2018年5月に街中にある吉村家住宅ともども日本遺産。 丹後チリめん回廊の構成文化財に追加認定された。吉村家は野号を丹後屋と称し、1872年頃に創業を開始した老舗の起業家である。明治後期から大正期の3.4代目の吉村、伊助の時代に大きく躍進し、チリめ王と歌われた。中でも、四代目伊助は、峰山町長や単語織物商組合長を兼任。 上水道の建設や峰山地域への鉄道の開通など公共事業の発展に尽力し、地域産業の発展と近代化に影響を与えた。桜山諸は19、1919年、四代目伊助が人材の養成と社会救済を目的として設立した吉村財団の活動拠点として、山を切り開いて建築した別荘で、財団の発足。 京都信仰ひいては国策等、重要な格策の多くも、ここで行われたと伝えられる。1930年頃に当地を訪れたとみられる、与謝の鉄管秋子夫妻も立ち寄り、書画を残している。建物は、京都の大工、山田七蔵の手によるもので、書院作りと隙屋作りが融合した独特な外観が、特徴的である。周囲の山並みを借景とする庭園は、 同じく京都から招かれた造園師、元伊将五郎の手によるものである。桜山祖は職人の高度な技術と上質な材料を見ることができる。近代和風建築として評価され、現在も創建当時とほぼ変わらない姿で維持されている。峰山町内に壊滅的な被害をもたらした北、丹後自身にも耐えたことから、大工の山田七蔵は、 震災後の吉村家本宅の再建でも壊れて腕を振るっている。なお、桜山荘は現在非公開となっている。ありがとうございます。